はい、続きやっていきたいと思います。白長須島への帰還。まあ、ちょっと前回は、エイダさんね、依頼人の方のお父さんがちょっと亡くなられて、まあ、そのお父さんの亡くなられた原因がまあ、ちょっと白長須島の秘密にあるんじゃないかと。で、まあその白長須島の管理者、地主みたいな人からもし来られなくなったら親族とかなんか信用できる人を連れてきてくれという話だったので、瑛太さんが来ることになったと。で、主人公の池田は、その夫としてね、一緒に秘密を解きに行くというところで、今白長須島に向かってるところですね。はい。ベーリング海はひどく荒れている。垂れ込める曇天の下では身を切り裂くような冷たい風が吹き荒れ、黒々とした海が渦を巻いている。7月というのに今の気温はたったの5度しかないありさまだ。寒いね、5度。アリューシャンは1年を通して晴天に恵まれるのは10日程度で、あれだね、日本でいう上の方上の方、まああれじゃない、金沢とか、石川とか福井とか北陸の方はね、あんまりなんか晴天に恵まれる日は少ないっていうけど、それにしてもね、10日程度って厳しいね、ちょっと信じられない話だが、これでも幾分マシな荒れ方だというのだから嫌になる。これが冬の海だったらどうなるのだろうか。想像もしたくないな。ねねこどうなったんだろうね。依頼を受けた俺はあれから1週間後、ニューヨークからシアトルを経由し、そこからさらにウナラスカへと飛んだ。ウナラスカから出港したこの船は今白長須島かな、やっぱ白長須島かなへと向かう洋上にある。この船は数百人乗りのフェリーと同等のサイズで、おそらく3000トンクラスはある豪華客船。いいなあ。まあ今だとね、こういう状況なんであんまり良くないと思いますけどね。これがプライベート用の船だというのだから恐ろしい話だ。まあコロナじゃなかったらな、俺も船とか乗りたいな、こういうね。俺は手にしていた GPS を操作する。ダメか、やはり衛星電波は捉えられないようだ。ほう。おそらくこの船には GPS ジャマーのようなものが装備されているのだろう。よほどに島の位置を知られたくない事情があるらしい。じゃあ Google マップも使えないんだ。それはきつい。きな臭いな。これから先はかなり慎重に行動しないといけないだろう。臭いね。素性が知られるのは絶対にまずい。危害を加えられる可能性も考慮する必要がある。ともかく一度船内に戻ろう。このままだと風邪をひいちまいそうだ。ねねこどうした？ねねこ、うわめっちゃいいじゃん。ピアノとか、船の中にピアノを置いてるとかすご。船内の暖かさが心地いいな。そもそも今は夏のはずなんだがね、体温調整機能が狂い切ってしまいそうだな。あ、調べるんだね。これピアノでしょ、やっぱ気になるのは。ピアノまで置いてあるな。ちょっと待って、俺全然気づいてなかった。ここになんか、わかめみたいなのに手が生えてるんだけど、何これ。あ、やっぱりどうやら海の昆布が船内まで打ち上げられたようだ。手生えてますけど、外は荒れているからな。昆布の1つや2つ打ち上げられてもおかしくはない。うん、利尻島とかだとよくあるんだろうね。北海道のね。いや。昆布ね。昆布喋ってるよ。何やら昆布から声が漏れた気がするが、まあ気のせいだろう。俺は疲れているのか。昆布から声が聞こえるわけないじゃないか。おえ、あ、昆布が吐いちゃってるよ、もう。昆布からうめき声が漏れ続けている。あ、終わりなのこれ。はい、終わりなんだ。やっぱバーカウンターね、いいね。豪華客船の中のバーカウンターで一杯飲みながら、マスター、おすすめを、みたいな、行ってみたい。ほう、バーカウンターがあるな。バーテンの姿はないから勝手に飲んでくれと。ああ、セルフね。セルフな感じね。いわゆるガストとかと同じ仕組みなんかな。こっちは行けない。外だね、やっぱ。相変わらずあれ狂ってる。うん。あんまり調べられるとこない。他の乗客の姿は見当たらないが、別のラウンジか個室の中にいるんだろう。ここだけでなく他にも似たような場所があるようだからな。これでも白長洲島に行く船で多分そんなに便があるわけでもないでしょう。ということはこんな豪華客船を用意できるんだから、すげえ白長洲島の人金持ちなんじゃないの。なんかジョジョの奇妙な冒険のもうあれ外伝に出てくるもう名前出てこない、もう最近年で全然出てこないな。ヘブンズドア使う人、あれの外伝の富豪島みたいな、富豪村みたいな、なんでもいいや。そういや誰かさんはピアノ弾けるとかなんとか言ってたな。誰だか忘れたが、ねえねえなんとかとかいう名前だった気がする。誰だろうね。ほら弾けよ。お前ねねこじゃないのか。飲むのはいいとして悪酔いしないか心配だな。この船結構揺れているからな。あんま調べられるとこないな。外は暗いがこの中は照明のおかげでかなり明るいな。揺れがなければホテルの中と勘違いしそうなくらいだ。暗いきらびやかだ。昆布。あるいは他の乗客と関わりたくないのかもしれんな。あ、どこ調べたらいい？外。ピアノ。多分弾けると面白いんだろうな。とりあえず今はやめとこう。かなり大きな昆布なんだが、残念ながらあまりいい出汁は取れそうにないな。あ、思い出した。岸辺露伴だ。ごめん、どうでもいいね。岸辺露伴の外伝だ。池田、殺す。うわぁ。うわぁ、もうぐちゃぐちゃやん。痛えな。人の体をそう簡単に蹴るもんじゃないぜ。僕が生死の境をさまよっているというのに、おちょくる池田が悪い。なんかもっと緑じゃなかった？でもねえ、あえてめっちゃ昆布っぽくさせてたよね。ちょっとミスリードを誘ってたね、あれは完全に。そもそも俺はお前を招待した覚えはないんだがね。無理やりついてきたくせにそのざまか。正直ついてきたことを後悔し始めている。ちゃんと瞬きするのいいよね。うわもう鼻からも口からもうわやれやれ、いいか、くれぐれも他の連中に蹴取られるような真似はするなよ。お前は年の離れた俺の妹で、俺はエイダさんの夫で婿養子の太郎ヒギンズだ。名前もうちょっとはなかったか。その設定には無理ありすぎだろう。そもそもなんでわざわざ偽名なんて使うんだ。そう、センヒギンズでいいんじゃないの。あ、結構有名なんだ。良くも悪くも俺の名前はニューヨークで売れすぎている。俺の名を聞いてピンとくるやつもいるかもしれない。へえ。用心するに越したことはない。自意識過剰すぎ。おいおい、こいつは冗談じゃないんだぜ。本当に気をつけろよ。そんなに何度も言われなくたってわかる。それならいいが。うえ。おいおい、大丈夫か。え、これ調べんのなになに。あ、ここらへんとか。いやいや、触ってないよ。リボンだよ。制服のリボンだよ。危うく訴訟の手続きを進めるところだった。え、これそういうのもあんの？こことか。腹出てんぞ。別にいいだろ、腹ぐらい。スタイルは良さそうよね。いや、スタイルというかまあ、くびれはね、いい感じだろうね。これ、訴訟起こされんの？おほほほほ。やめておこうと。なるほどね。あ、こっちもダメなんだね。同じだね。ここら辺そうなんだ。随分辛そうだな。辛いに決まってるだろ。バカか。とりあえず垂れてるよだれ拭けよ。バッチーぞ。バッチーって最近聞かないな。バッチーもっと俺、この年だからこそ積極的に使っていこうかな。腹気力がない。頭大丈夫か？すごく嫌味を言ってる口調のように聞こえるのだが。それは気のせいだ。気持ち悪くないかって聞いただけだぜ。怪しい。頭大丈夫か？相変わらず髪の量が多いな。目綺麗だな。ちょっとでかすぎる気もするけど。髪？こいつはギネスでも狙っているのか。本当に昆布みたいだ。利尻昆布か。お、いいね、利尻昆布。道民の俺としてはすごい嬉しいね、ちょっと。今心の中でバカにしなかったか？いや、別に。別に。え、どこ触れんのこれ。大した手入れもしてないだろうに髪は綺麗だな。引きこもっているからかね。うん。おいおい、大丈夫か昆布。じゃなかったね、猫。次おちょくったらファラリスのお牛に何の中に押し込んでやる。え、俺あんまり詳しくないけど拷問器具かなんかなんだそりゃ。あ、違った。ギリシャで食べられてる高級牛。本当はそんなに気持ち悪いのに闇を言い続けるとはなかなか見上げたやつだな。とりあえず一度胃の中のもん吐き出しちまえよ。少しは楽になると思うぞ。このまま吐いていい。いや、それは喉詰まって良くないやつじゃん。なんか逆流性なん食道炎とかなんじゃないの知らんけどダメに決まってんだろ。今バケツみたいなもんを。その場を離れようとしたその時、2人の乗客が現れた。どんな人？ねねこは再び昆布擬態モードへと移行する。これ絶対昆布意識させて緑にしてるよね、ちょっと。お嬢様とメイドみたいなね。先ほどはお見かけしなかった方ですわね。どうもはじめまして。私はアキラ・エッジワース。こちらは従者のジゼル・リード。従者。ああ、こりゃどうも。俺はタロー・ヒギンズ。アホみてえな名前だな。ロイ・ヒギンズの娘、エイダ・ヒギンズの夫だ。アキラ・エッジワースか。名前からしてスコットランド系かね。かなり若そうな様子だな。ねねこと同い年ぐらいか。まあ制服っぽいの着てるからね。そうじゃないの。俺に微笑みを向けたジゼルという従者の家宝はいまいち何系なのかわからない顔立ちだ。ハーフだろうか。ああ、あなたがあのヒギンズ氏の。お噂はかねがね聞いていましたわ。どうぞよろしく。アキラは油断ない様子で俺の顔を覗き込む。明らかに不審の念を抱いている様子だ。事前に偽の噂をばらまいていなければ一発で露呈していただろう。へえ。ちゃんと周りから固めていったんだね。ヒギンズさんはどこまであの島をご存知なのかしら。なぜロイ・ヒギンズ氏本人ではなくあなたがこの島に。父上は先頃体調を崩されてね。代わりに俺を差し向けたってわけさ。どうやら幸いにも俺は信用されているらしい。いや、というより信用のおける人間が俺程度しかいなかったと言った方が適当かな。ベラベラ喋ってるちょっと怪しいんじゃないの。金持ちは敵が多いのは世の常だ。わかるだろう。ええ、それはもちろん。私の父もよほどに敵が多いようですわ。病気で死にかけているというのにまだ地位や名誉にすがっているようですし、ほんと滑稽。アキラ様、その程度になされた方が。失礼、口が過ぎたようですわね。あんまりお父さんと仲は良くないんかね。ロイ氏の病気が早く良くなるように祈っていますわ。ありがとう。帰ったら伝えておくよ。では失礼。ようそんな平気でポンポン嘘つけるな。俺なんかおどどどどどってなっちゃうよ絶対。ふう。ああ、忘れてましたわ。あと一つだけ忠告を。何かな。耳打ちするように身を寄せる。あの島のことを知らないのなら深入りはしないことね。命を縮めるわよ。このお嬢は分かってんのかね、島のことを。どういう意味だ。そのままの意味よみたいな。あったったった余計な詮索はしない。それが長生きの秘訣。絶対言うと思ったもんな。ではごきげんよう。アキラは冷笑を浮かべ去っていった。まいったね。こっちの素性がバレているんじゃあるまいな。なんとなく感づいてはいるのかもしんないね。なんか嫌味な女だったな。びっくりさせるな。そのままの格好で喋るなよ。あいつ絶対性格悪いぞ。気をつけろ。言われなくたって分かってる。十分気をつけるさ。ところで体調の方は大丈夫か。大丈夫じゃないと。吐く寸前。クソが。お、なんかまた新しい人来た。大丈夫、吐きそうなの。その場に現れた女がねねこの背中に手を触れた。ひや。体を触られることに慣れていないねねこはその体をびっくりと跳ね上げる。あ、ごめん、触られるの嫌だった。ねねこは打ち上げられたマグロのように体をびくつかせる。おいおいおい。ついでに足で俺を蹴り上げる。おそらくどうにかしろという意思表示だろう。か。すげえ器用だな。ああ、すまんね。そいつはあまり人に慣れていないから触られたりするのが苦手なんだよ。ごめんなさい。なんだか気に障ることをしちゃったみたいね。あなたはこの子の親族か何か？ああ、名乗るのが遅れたわね。私はリール・ベクスター。ごめん、ちょっとね、登場人物の名前を覚えられる自信がなくなってきた。アキラ・ジゼル・リール。なんか似たような名前多いからな。ジャック&ベクスターね。タロー・ヒギンズだ。こいつは俺の年の離れた妹で、出雲崎ねねこ。ということは、もともと出雲崎太郎っていう設定だったんだね。ヒギンズさんっていうと、あの大富豪のお目にかかれて光栄ね。なに、俺は単なる婿養子さ。ところでリール、悪いが何か袋みたいなものを持っていないか。こいつ、今にも吐きそうなんだ。ビニール袋なら、それに酔い止めもあるけど、十二分にあるじゃん。でも多分一度胃の中のものを全部吐いちゃった方がいいわよね。はい、ねねこちゃん、ビニール袋。リールはねねこにビニール袋を渡す。さっき言ったことを忘れてしまったのか、それともわざとなのか、リールはねねこの背中をさすり始める。よほどに気持ち悪いためか、今度はねねこも拒否反応を示さない。ずいぶん手慣れているな。リールはもしかして医者か看護師か何かかな。あら、正解よヒギンズさん。まあワシントンの小さな病院の雇われない会だけどね。ほう。それにしてもよくわかったわね。ヒギンズさんはもしかして探偵か何か。早速見抜かれてますやん。はは、まさかしがないホワイトカラーだよ。いやー、行ってみたい。あ、俺しがないホワイトカラーだよ。使いどころねえな。それにしてもよかったわ、ヒギンズさんが気さくそうな人で。こんなこと言っちゃ失礼だけど、この船に乗ってる人たちってなんかピリピリしてて近づきがたいのよね。リールさんはあんまり白長島のことはご存じない様子。リールもあの招待状を受け取ってこの船に？まさか。本当は招待状を受け取ったのは推しだけど、急病で来れなくなったから私が代理で来ることになったの。ああ、設定的には同じだね。まあ旅費、宿泊費、ただであの有名なレイモンド教のルイ・アソシエに泊まれるって話だしね。ルイ・アソシエ。普段は嫌なオチだけど、今回は随分気前が良かったわね。珍しく。なんかそれ怪しくない？なんか怪しくない？ん？リールはあの1万ドルを受け取っていないのか？1万ドル？何それ？ああ、いや、忘れてくれ。それはちょっと余計なこと言い過ぎたんじゃないか？中抜きされたのか。これは中抜きですね、完全に。転売ヤーの餌食になってますね。そう？気になるわね。ところでちょっと2、3質問してもいいかな？どうぞ、私が答えられることなら。白長洲島の由来知りたいね。白長洲島の名の由来を知っているか？白長洲島の由来？確か日本語由来だっていう話は聞いた気がするけど、あ、やっぱ、白長洲クジラ？のこと？あんまり動物の生態系とか詳しくないからあれだけどな。日本語で、ね、まあさすがに日本語であることはわかるんだが、まあローマ字で白長洲って言ってるぐらいだもんな。ヒギンズさんってもともとは日本の人？白長洲ってどういう意味なのかわかる？俺に聞かれてもな。日本ではクジラの種類を指す言葉のはずだが、詳しい名前の由来はよくわからんな。長洲は長身を意味し、海上から見ると白く長い体が見えることからついた名前が白長洲吐きそうなんだね。なんかあれかな、エンダーマンみたいな感じで怖い人いたりしないよね、化け物みたいな。ちょっとホラーも入ってるっていうからな。俺ホラーはあんまり好きじゃないからな。びっくり系とか苦手だからな。だそうだ。クジラの名前だったのね。ところでねねこちゃん大丈夫？とりあえず一回吐いちゃおうか。さすが内海。これもう一回調べれんの？白長洲島がどんな場所なのかは行ったことがないからわからないわね。それこそ他の人に聞いた方がいいんじゃない？まあそうだな。レイモンド、いやルイ・アソシエかな。そのルイ・アソシエっていうのは何なんだ？知らないの？ルイ・アソシエっていうのはレイモンド教が建てたホテルの名前よ。あれ？もともと手紙に書いてあった呼んだ、白長洲島に呼んだ地主って、なんだっけ、ダン・レイモンドとかだったんだっけ？ちょっと立川談志しか覚えてないな。聞いた覚えもあるが忘れていたようだ。絶海の孤島にありながら5つ星ホテル並みだっていう噂よ。へー、いいなあ、楽しみだね。実は俺はまだそのレイモンド卿には会ったことがないんだが、リールはどうだ、会ったことがあるのか。まさか世界的に見ても相当な大金持ちって話だし、私から見れば雲の上の人よ。逆に会うのが怖い気がするわね、私みたいな庶民からすると。なるほど。まあ金持ちには金持ちなりの悩みがあるのかもしれないけどね。レイモンド卿か、どんな人物なんだろうか。私大金持ちの人ってあまり関わりがないから、そういったことはよくわからないのよ。でもなんか医者とかやってんなら、まあでも郊外のしがないお医者さんとかだったらそんなかな。なんだお前ら、レイモンド卿を知らんのか。誰誰、おっさんだな。俺はこの感じはあ、おっさんだな。レイモンド卿は古くからの貴族の出だが、北海油田開発によって莫大な富を得た人物だ。人当たりのいい男だが、その底は試練男さ。現れた白スーツの男から強い酒の匂いが漂ってきた。よほどに飲んでいるらしい。うん。失礼、申し遅れた。俺はジェイコブ・ラトランド。コブね。リール・ベクスター。タロー・ヒギンズだ。ヒギンズ、ああ、お前がヒギンズ氏の一人娘を射止めたっていう噂の男か。やがてはあの莫大な資産の大半がお前のものになるって寸法なんだろう。うまくやったもんだな、おい。なんかあれだな。顔の割にちょっと意地汚ねえ感じの人間ですね、この方。コブさん。俺は金目当てじゃないんでね。どうだかね。で、お前ら二人は白長洲島は初めてってわけか。そういうことになる。ああ、そういやジェイコブは白長洲島の名前の由来を知っているか。今その話をリールとしてたんだ。やっぱ海外の人はね、すぐ仲良くなるよね。羨ましいな。俺とかもう全然だよ。友達少ないよ。白長洲島の由来だと、なんだそんなことか。くだらん。面白くもない単純な話。ほう。このアリューシャンはかつてアメリカと日本との激戦が繰り広げられた地だ。その日本人どもがクジラの姿に見えるあの島を見て白長洲島と名付けたというだけの話だ。ほー、なんか白くて細長いんか。無論本当の島の名はある。だがそれは秘密ということになっている。結構じゃあ島の名前は物語の根幹に当たりそうな感じかな。なんか気になるね。レイモンド卿は慎重な男だからな。島の名さえも知られたくはないんだろう。まあ俺はそんなくだらんことに興味ないがね。お前何に興味があるんだ。なるほど。やはりクジラか。お前本当に正式な代理人として選ばれたのか。どうにも信用がおけんな。貴族連中のボンボンとは気配が違いすぎる。いや、ヒギンズ氏に取り入るほどだ。よほどにやり手なのか。一体お前はどこまであの島のことを知っている。ジェイコブは結構知ってそうだけど、なんか口軽そうだから、こいつから情報を得るのはすごいいいと思うな。何が目的だ。あのつまらん手紙のためだけに来たわけではあるまい。血か肉か。お前があの島に求めているのはどっちだ。いやもう血か肉かの二択の島やだわ。どっちかっていうと魚か肉の二択がいいな。血にしておこうか。あんまり聞かないから。でもこの選択肢でなんかすげえホラーになるとかないよね。ないことを祈る。血だ。ふふ、血か。己のためか、愛する者のためか、それとも組織のためかな。なんか永遠の命を手に入れることができる血みたいなのがあるんじゃないの。知らんけど。どちらにせよ、人の欲望は尽きんということか。楽しそうやね。ああ、こんなところにいたんですか、ジェイコブさん。探しましたよ。てか、今のセーブしとけばよかったかもな。まあ、いっか。メガネをかけた肥満体の男が姿を現した。ごめん、全然名前が覚えられそうにないな。男が着ている朝地のスーツはおそらく特注品だろう。それほどに太っている。いや、そんなじゃない。これぐらいならもう、今の世の中のサラリーマンにいっぱいいると思うけどね。男は落ち着かない様子でジェイコブに視線を向けている。なんだ、トマスか。うわー、トマスっぽいわ、顔が。すげえトマス顔してる。今この男と重要な会話をしているところだ。いや、しかし、ああ、そうだ、あの話を聞きたいと思ってたんですよ。ジェイコブさんがマカオで大勝ちしたっていう話。なんだ、このトマスは俺じゃないか、池田とジェイコブに話の続きをさせたくないために入り込んできたんじゃないかこれは。マカオ？ああ、あれか。確かにあの時の俺は月についていた。いいだろ、ついてこい。酒を飲みながら聞かせてやる。ミスター・ヒギンズ、悪いが話はまた今度だ。なんか怪しいな、このトマスも。トーマス怪しいな。何、どの道島に着けば俺の言ってることの意味はわかるはずだ。それまでせいぜい楽しみにしておくんだな。ジェイコブはそう言い残し、トマスと共にこの場から去っていった。トマスもちょっと怪しいな。ね、これね、惜しいな。もう少しいろいろと聞き出せそうだったんだが、確かにジェイコブ軽そうだもんな。なんか、殺人事件が起きた時に、クソ、俺はお前らなんかと一緒にいられるか。俺は部屋に戻ってるつって2番目に殺される役やってそう。トマスも俺たちの話をひどく遮りたかった様子だし、どうやら何か知っているらしいな。ああ、ね、やっぱりそうなんだね。あえて入り込んできたんだね。なんというか強烈な人ね。正直言って苦手なタイプだわ。俺も。まあ、ああいう手合いはよくいるもんだ。え、ゲロロ。こういう手合いもいるんですかね。で、猫がついに限界を迎えてたらしい。タイムリミットだ。出航前に食べたであろう数種類のケーキが盛大に吐き出される。きっちゃにゃいよ。おそらく間近にジェイコブたちがいたからギリギリまで我慢していたんだろう。大丈夫ね、猫ちゃん。今お水持ってきてあげるわね。鹿肉か。ブラッド・オー・ミート。ヒギンズ氏の残した内臓に気をつけろという言葉、あるいはこの2つに何か関連があるのかもしれんな。まったく厄介な話になってきた。おそらくあの島に隠されているものは生半可なものではあるまい。なんか白長洲島をこうクジラと例えた時に、その中のこの内臓真ん中あたりに気をつけろみたいな、そういう話じゃないかな。違うか。だが一体何が隠されているのだよ、あの白長洲島には。あらららら。かなり登場人物が増えて、ちょっといろんな話も聞けましたが、一回切ろうかな、ここで。まあちょっと、自分の中でも整理したいんで。じゃあ、ここで一回切ります。ありがとうございます。